こちら杉です。今回はこちらのサイバトロンのポーチ、そしてブッシュクラフトの麻袋、こちらを購入したのでレビューしたいと思います。でまずこちらなんですけど、まず、外側のここを外すと、ここに収納があって、でここが結構柔らかい素材といいますか、多分スマホの液晶を傷つけないようにする保護みたいな感じのイメージの、素材です。こうなってて、でここを開けると、ここも柔らかい素材で、ここマジックテープになってて貼り付くようになってます。一応ここも外れるのか、こうになってて、ここにカード入れみたいなのがあって、ここもそうですね、カード入れが1、2、3、4、5で、ここになんか透明のがあって、でここになんか小銭入れみたいなのがあって、でここにまた収納して、ここのキーホルダーみたいなのがあります。でここがボタンになってて、結構硬いですね、硬めのボタンになってて、でここになんかいろいろつけられるようになってて、ベルトに通したりとか、あともう一個サイバトロンのバックパック持ってるんですけど、そちらに取り付けたりもできるみたいです。こんな感じです。でこちらが、ただの袋です。なのであんまり大して説明はないです。がっちりめの袋ですね。でサイズなんですが、麻袋の方が30、横30の縦が34ぐらいですかね、横が11の19ぐらいですかね、厚さが5センチぐらい。でまずこちらなんですけど、多分財布としても使えるよっていうことなんだと思うんですよね。カード入れとこの小銭入れみたいなのがこんだけあるんで。ですけど、そういう使い方はしないんで、まずこれが先日購入したちっちゃいブッシュボックス、これを、これ取れんだ、これ取れましたね。でこれすごい邪魔だなと思ってたんですよ。ブッシュボックス入れて、これ入れます。イヤースターターと、で、フイゴマルチツール入れて、除菌シートですね。除菌シートはここに入れると、あとは麻ひも、スマホでも、こんな感じですね。これで少し余裕があるぐらいですかね。見た目よりは入らないです、あまり。こちらなんですけど、ちょっと僕やりたいことがありまして、説明せずにちょっと入れるものをどんどん入れてっちゃいます。スノーピークのトレック900だっけを入れます。で、入れて、一応ナイフは持ってかないかもしれないです。一応入りそうだったんで。でこんな感じですね。でこれで何がやりたいかっていうと、この2つだけでちょっと近くの川に行ってラーメンを食べてくるっていうのをやりたいんですよ。デイキャンプみたいなことですね。で落ちてる枝とかを使って焚き火して、それで調理して帰ってくるっていう、そういうのがちょっとやりたくて、
それでこの2つを買ったっていうのもあります。であとは先日の源流キャンプの、まあ、山道を歩ってるだけの動画があるんですけど、そちらを見ていただけるともしかしたらわかるかもしれないんですけど、僕のバックパックビニール袋が直接バックパックに取り付けてあったりして、ちょっとみっともなかったんですよね。なんとなくかっこ悪いっていうか。であとゴミ袋置き場みたいなのも作ったんですけど、やっぱりなんかビニール袋なんで雰囲気がちょっといまいちと言いますか。でそういうのもあって、だってビニール袋をこの中に入れて使えば、まあ、結構雰囲気もいいかなと思いまして、木にも合いそうだしバックパックにも合いそうだし、でゴミ袋として使うときは中にビニールを入れてこのままこうやって吊るしとこうかなと思いまして、そういうのもあります。でこちらなんですけども、やっぱ仲間の荒新さんとあと座吉さんもそうですけど、ベルトにポーチつけてまして結構便利そうだったんですよね。やっぱバックパックの中に大体の荷物は入れちゃうんで、ポケットの中はスマホと鍵と財布だけとかで、まああとはもうこれにちょっとしたものを入れてここにつけとけば、いちいちバックパック下ろして中から出してってやる必要はないんで、タバコとかもそうですけど、なのでちょっとこれはもう本当どうしても欲しくて、であとバックパックサイバトロンのバックパック使ってるんですけど、それが結構良かったので、まあ、今回この2つ買いました。なので今度この2つだけを持って、まあ、デイキャンプみたいなことをやってみようかなと思いまして、まあ、テントとか張れないですけど、まあ、焚き火を楽しむぐらいだったらできるかなって感じですね。まあ、ちょっと時期が時期なんで、まあ、涼しいとこを見つけるか、まあ、涼しくなったらですけどね、やってみようかなと思います。まあ、そんな感じで今回はサイバトロンのポーチ、あとブッシュクラフトの麻袋、この2つのレビューでした。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。